テレサ、B、メロンと、キーシャ、中村、押しだと。負けリーグさすがにもうないっしょ。負けリーグない。ないよ。勝てばいいんだよ、勝てば。まあでもね、正直ね、負けリーグ行って、優勝しても、まあ嬉しさ半減だからね。一周されました、はい。やらかすして、うまい振り投げして、手枝が通ってしまい、ドリルから DD で D 伸びる、 D できっちり殺しきる。ダメージは直下した針だけ。さあジャニーカンタからここはたまらせますと、中だと思ってギャラリーじゃなくてドリルから青キャン出ない、ドリスで取って、これは美味しいダメージ。ジャンディで追いかけていく、ここは分子を使って攻めに行くか。シャガ系が対空になっている。エース出して足払いはカウンターからしっかり拾っていくが、ダウンは取れず、さあ体力取ってるか、どうする、キーパーを使って投げていく、面白いこれは。さあワンチャン残ってる、めくり、さあどうして、これでまだ11、会話から手が取って中段も取る、ほらここ見せたか、しかし宝石になってすげえ減ってる。さあ開幕から残りが7割だが、こっちもダウンを1回取れれば問題はない。中打通して安定コンボで走っていく、覚醒打って勝っているのはメロエディ、甘えが通ってしまう。さあこれで3対2、さあ先に出てくるのはまあもちろんキーシャファースト、さあキーシャファースメロン、エントリーネームは見るのめんどくさいからいいや、しっかり繋いでいる、これは完全に調べてた系ですね。ここは届かないと判断してシャガハイだったが、装填は届かず、ドリル当たってバックステしたが、じゃあ早く当ってしまい、いっていたダメージ、ドリスペ、さあハンマーじゃねえよ、なんだっけ、ハンマーだった、鉄アレだよね、鉄アレで死亡してしまう。俺が今回のファーストの強さ、ちょっとでも余裕があったら物投げから落としていく、上段通ってギャラリーはできず、前 P だったがレレー刺さっている。じゃあはいです、キー消して前、はい、さあここは一旦戻す、ゲージが溜まるまでまた粘らなきゃいけないが、ドリルが刺さっていく、前パンダが相打ち、朝礼まだ分身を消すには優秀、今のハイディだけでも、ね、十分なダメージが通ったが、ジャンピー通ってドリキャンガード、ドリルロマキャン、バースト読みだったか、おっと立ちハイが届いている、なんか技を打ったから届いたっぽかったけど、使ってしまう、伸びる、さあ空中からジャンディで降りてきて、これを落としてしまう、
ターンがファーストになってドリキャンからしっかりターンスピード足まで繋いで、キンバはガード、ターンスケーダーがドリキャン、今度はしっかり、繋いでダメージは高い、まだ残りそうだがドリル、さあゲージを削ってゲージが当たらなかった、勝ったな、キーシャファースト。さあ、テレサが出たがらないので、同キャラ。グー投げ、かめなし。この大阪のね、ファーストはね、今回強化された物投げを大量に使うっていうと、ジャンハイカウンター、 KPKP ハイ、いいダメージ、データ通す、装填、装填乗っている、当たらないが超レが当たる、しっかりダッシュジャンプ KD でダウンを取ったが、覚醒がキーシャにぶっ刺さる。一本選手は大阪ファースト、テイダーテイドラン KID、 意外といいダメージ、そういって言ってて相手が来る、相手が打ってるぞ、シャガー系ダイクうまい、あの位置を落とすと、あああああああピオリチからのメテオ、爆弾とメテオガード、あ、これは痛い、強気に攻めていくが、ここは一旦下がる、マイパンが反対側に出てしまい、ゴーイングまで消えて、デッドアングル、デッドアングルこっちだもん、 2K が勝つ、マイハイ漏れたがしっかりガードしている、タッチ K からタッチ K、マイパンでしっかり対空、これで 1-1、 お互いバスト持ち、状況は五分だがドリルがちょっと早かった、キーシャーカス、しっかりダンパージ込みからいいダメージ、こっちはドリルで帰ってくる、カウンターだったがコンボはできず、マイパンダッシュジャンプから KKD しっかり落として、なんでダッシュ K だったか内容が分かんないぞ、ダウンしてるか確認したかった、ドリルから KKD 首鼻は当たらない、しかしなんかね、首ドクドク、タチ K コンボしたがしっかりクローバーをガードして、ジャンハイまだ残っている、でダメル、シャガハイからもう一回下段通ったが繋がらない、ここバスなんとか気がして KK だけ位置は入れ替わる、さあここから何を引くかによって戦況がだいぶ変わってくるが、ノーキャンセルだったそう点だとチビに当たっちゃうから、いろいろ迷った挙句のノーキャンセルだったまあ FB だったかな、打つならさあ大将お久しぶりの登場だと思いますが、テレサジャム足払いですかっていきなりバーストが、おいもバーだがK からはい爆弾をしっかりコンボに決めて激に相打ち、コパンが使っても足払いをしている、タッチ K からしっかりコンボ決めてリーチをかけるはキーショーストー、
さあここで激に当たってガードゲージが溜まってるので、これかなり大きなダメージ。カウンターして竜神から特殊撃にもう一回、これは残りそうだな。中断、安定の中断。さあ1-1、お互いバーストは割と空なのでターンを取ったもん勝ちだが、高額投げ仕返し。亀足抜けてレレレが届かない。強化龍神ぶっ放すも当たらず。さあ対抗受け合った、美味しいダメージ入ってコパン差し返す。タッチ K、 タッチパン、毒は当たらず。強化剣道だったが当たらない。金 S かかって、まだテレサンターン、デッドアングルで切り返す。ゲダンしっかりガード避けて、強化龍神で帰ってくるも当たらない。これがファースト、爆臭から何もしないが、ターンを取ってるのはテルさん。投げからコンボ決めて、コンボミスったが、しかしテルさんがまだターンを取っている。グー投げして金バストは読んでいた。シャガハイが勝って FB ヨットが通る。勝っているのキーショー、キーショーだね。テルさんが勝っている。すげえ粘りがってる。さあここで大将 FAB ポチョコキンが出てくる。前カウンターから美味しいダメージでめっちゃ食べた。前入っとって強化龍神、全部使い出してバーストも打っていく。さあハンマーだったがしっかり読んでいた。タッチペイで拾って、これは殺しきりに行くのか、ピピピピから殺しに行く。さあ窮地からいきなりリーチをかけて、テイヤサがリーチしっかり立ち合い、カウンターから青キャンバッチリ溜まって、かこれは重なってなかった。ハンマー届かない。ケツでダウン取って、ここはスラハメから殺し切っていく。これで1-1、リバンダイ、北村ディズニーと、なんて言うの、ゴミリアミリアのチーム、B バンダイでお願いします。立ち回からポチョバス入って、ハンマー透かして、全部貯める。ガイガンダーからデコピン、ハンマーまで勝っているのは FAB ポチョキン。まあテレサはよく頑張ったが、勝ってるのはお知らさんだったな。北村さんのチームとゴミリアさんのチーム、 B バンダイでお願いします。